テレビ北海道、株式会社テレビ北海道、テレビ北海道、テレビジョン北海道ブロードキャスティング c o l t d 略称 TVH は北海道を放送対象地域としてテレビジョン放送をする特定地上機関放送事業者、ある。1989年平成元年10月1日に開局した平成新局。 TXN 系列に属するテレビ局として開局し、北海道内では、最後発の民放テレビ局でもある。コールサインは、ジョヒリ TV、リモコンキー ID は、キー局のテレビ東京と同じ、7。在札テレビ局では、唯一、道内において、札幌以外に拠点を持たない。かつては、旭川市と函館市に支局が、釧路市に分室が置かれていたが、 後に廃止された。系列新聞は、日本経済新聞と北海道新聞、同心、同心スポーツ。正式な略称は TVH だが、新聞や雑誌の番組表及び一部ワンセグ機器での一グや広告、記事では TVH の表記が扱われる場合もある。不定期にフリーマーケットイベント、ゴールデンマーケットを開催しているほか、 1990年より毎年冬に開催される TVH ハイジャンプ大会を共賛している。開局当初は他の同内民放局と同様、自社制作番組も積極的に制作、放送していたが、その比率は年を追うごとに縮小している。現在の自社制作番組は30分未満の放送枠が中心となっており、テレビ、 東京など系列局制作番組のネット受けが多くを占めている。かつては北海道における独立局アニメの受け皿的役割を担う放送局の一つであったが、現在は大幅に縮小され、断続的に放送される程度である。週夜放送はあまり行われておらず、深夜は放送を休止する場合が多い。中央区第2西4丁目の札幌第2西4。 ビルと釧路市のサマイ町のマナボット、ヌサマイに設置しているお天気カメラの映像をフィラーして週夜放送することもあるがその場合でも早朝の放送開始前には一旦カラーバーに置き換えオープニングコールの後番組の放送が開始されるなお大晦日から元日にかけてはテレビ東京が制作する特別番組をネット受けして週夜放送を行っているただし 東日本大震災発生以降は、しばらくの間、お天気カメラの映像をバックに、東日本大震災、t x n 災害募金に関する告知テロップを、オープニング映像に入る直前まで常時表示していた、b g m 氏。また、この時は、カラーバーへの置き換えをせず、フィラー終了後すぐに、オープニング映像を放送していた。報道取材は、クロステレビ、 番組制作プロダクション。本社、東京が協力している。2003年度から2005年頃には、TV ハッピー、TVH を使用。対外向けロゴとして、主に制作クレジット表記や、同局の封筒にも用いられた。なお、開局当初からの正式ロゴは、本社社屋、放送機材、送信書、中継局、公式ウェブサイトの会社概要の項目。 TVH 同心ニュースニュース速報、気象警報、地震、津波情報のテロップ放送時、TXN 各種ニュース番組の取材クレジット表記、放送開始、終了時のハイビジョン撮影の風景の画像の挿入時、地上デジタル放送受信機表示アイコンなどで使われていい。地上デジタル放送を開始した2006年6月1日より、デジタル7チャン TVH を使用。 当初はデジタル放送の PR が主な目的だったが2011年7月24日でアナログ放送が終了したことに加え同等地区でも機関送信所が開局したことから広がる7チャン t v h に改められた。これに関連し SF 調のアニメに仕立てた同等地区エリア拡大の CM が制作された。その後開局が一段落したことから 2012年10月から再度デジタル7チャン TVH に戻された。2009年には開局20周年に合わせスマイル2 0スのキャッチコピーを使用、これを記念したイメージソングも新たに制作された。2014年には開局25周年に合わせてもっと TVH のキャッチコピーを使用していた。2015年10月からは 全道ネットワーク完成に合わせて、つながる7チャン TVH のキャッチコピーを使用していた。2019年1月からは、開局30周年に合わせ、話題の事柄を追い求めるだけではなく、ミ民や地元自治体や企業と共に光る情報を、共に発信する思いを込めた、目立つより、光れ、を使用している。カッコ内はモチーフにしたもの、企業、団体の名称、 個人の肩書きは、当時のもの。出展。肩書きはいずれも当時のもの。機関局以外の中継局施設は、民放各局、一部は NHK も含むと、共同使用している。出展。総務省北海道総合通信局、北海道内の地上デジタル放送局の、開局状況。中継局、旭川送信所は、当初1992年4月1日に、 開局予定だったが、地元の強い要望に加えて EVH 側も早く放送を開始したい意向があったことから、半年前倒して1991年9月21日に開局、送信所建設も当初計画用1年前倒しの1990年に着工。開局当日は、旭川地区限定で、当時の伊藤義郎社長、現取締役名誉会長による、 朝日川送信所放送開始の挨拶が5分間放送された。デジタル放送は2007年9月7日13時から試験放送開始10月1日より本放送開始。中継局デジタル放送は2007年8月30日13時から試験放送開始10月1日より本放送開始。送信所施設は HBC と共同使用。 箱館ガビア中継局はガビア地区テレビ受信組合がキャップフィラーでの送信を開始したことにより2013年1月22日に廃止された中継局デジタル放送は2007年10月1日より本放送開始中継局2011年10月24日11時から試験放送開始11月7日より本放送開始 送信書施設は、STV と共同使用、中継局、2011年10月28日11時から、試験放送開始、11月11日より、本放送開始。送信書施設は、HTBSTV と共同使用、中継局、2011年8月17日10時から、試験放送開始、8月26日より、本放送開始。 送信書施設は他局がすでに設置済みの施設を一部共同使用。鉄道は NHK と民放各局 UHF 送信アンテナは民放各局で共同使用するが局舎は TEVH が単独で新設した。中継局テレビ北海道には他の道内各民放テレビ局と同様に北海道内全域で視聴可能にすることを前提として 放送免許が与えられているため、開局当初は各地の主要送信所、中継局、プラン局33局にもなるほ放送チャンネルが割り当てられ、開局から10年以内にこれらの送信所、中継局設置を終了する予定だったが、その後事情デジタル放送への完全移行が決定したこともあり、アナログ送信所、中継局の新規開局は東北。 道東を中心に未開局地域を残したまま1999年度をもって打ち切られた。地上デジタル放送は2006年6月1日から札幌地区で2007年10月1日より旭川、室蘭、函館の各地区で放送を開始したが経営基盤が脆弱なことから道内各民放テレビ局がデジタル放送で札幌と内各地を結ぶ中継回線。 全道ラインの使用量や南市町地域向け中継局の設置、維持に要する経費が経営を圧迫していたため、当初はアナログ放送が視聴可能な地域から優先してデジタル送信所、中継局を開局していった。その結果、アナログ放送が視聴できた札幌、旭川、函館、室蘭の各地区ではデジタル送信所、 中継局が2010年12月までにおおむねすべて開局した。その他は2011年8月から11月にかけて開局したくしろ、帯広、網走各送信所と北見中継局など一部にとどまり、アナログ放送の停派後も未開局地域やデジタル放送の開局予定が具体化していない被害等地域が道北、道東を中心に残っていたが、 これらの地域でも総務省が所管する後発民放局支援スキームの活用や関係自治体から設置費などの補助を受けながら順次、開局し、2016年3月31日のシベチャルルラン中継局開局をもって実質的な北海道内全域のカバー化を完了させた。全道カバー介護も以下の中継局では TVH のみチャンネルが割り当てられておらず、 今後開局するかは2018年4月1日の段階では未定である。いずれも本別町にある中継局だが、本別町では後日の帯広シティケーブルでの再放送を利用するか、帯広送信所に向けた氷得アンテナを建てることになる。本別中継局がカバーする浦幌町北部での受信方法は、帯広送信所に向けて建てる氷得アンテナに限られている。 一部のケーブルテレビ局では TEVH の電波を近隣の受信点から中継回線、光ファイバーを利用したり TEVH と専用回線を接続して再送信サービスを行っている。主に直接受信が困難な地域や放送エリア内の都市部で行われている。青森県は放送対象地域外再放送となる。上記のほか、 光ファイバー回線を利用した一般向け再送信サービスも一部地域で提供している。アドブと KCTV は地元機関中継局が開局前のアナログ時代からデジタルの地元中継局開局まで札幌送信所の電波を専用回線を経由して再送信を行っていた。デジタル放送については NHK と先発4社の地元機関中継局の 開局に合わせて再送信を開始した。アナログ放送での音声多重放送は札幌地区の全域と室蘭地区の一部札幌送信所よりケーブルテレビで再送信している釧路帯広地区と青森県も含むで実施していた。地上デジタル放送では放送対象地域内全域で音声多重放送が受信可能モノラル二重音声 5.1サラウンド、ステレオに音声放送を行わない限り、モノラル音声でも常時ステレオ放送となっている。字幕放送も、放送対象地域内全域で実施している。字幕放送を示す、字幕のテロップ表示は、同時ネット番組は、制作局からのネット創出。時差ネット、土曜スペシャルなど一部番組は、ネット創出のスーパーをそのまま表示及び、 自社制作番組従来通り自社創出で表示されるが、表示は年数回程度で滅多に見ることができない。デザインは TXN 各局共通だが、自社創出分では当初、テレビ東京、BS ジャパン、現、BS テル等で出しているものより、若干横長であったが、現在は同じサイズとしながらもそれらのツボネより輪郭がやや、太めである。 ハイビジョン番組であることを示す HV ハイビジョン制作のテロップ表示は同時ネット番組は制作局創出2008年6月までで自社ネット番組及び自社制作番組は自社創出2008年7月23までで表示していたその他地上デジタル放送のみ表示される D データ放送 D は正方形で囲んでいるステレオに音声の デュアルステレオのテロップ表示は、同時ネット、時差ネットを問わず全て自社層で表示している。北海道新聞や関連発行物、その他の新聞社のテレビ番組欄では、TVH の番組表の取り扱いに関する対応が以下のように分かれている。本紙面の番組欄は、放送区域内と直接受信が困難な地域、主に中継局が未開局の地域で、 取り扱いが異なっている。対象、帯価値版、土価値館内。従来は木曜夕刊別釣り特集、オフタイムに、週刊テレビ番組欄を掲載していたが、オフタイムの発行終了に伴い2008年12月7日付より、移設され、引き続き道内全域で TVH の番組表を掲載している。ただし、年末年始の年1回は日曜ナビの発行が、 休止となるため、振り替で日曜日朝刊本紙面に掲載される。札幌本社発行の最終版を使用しているため、TEVH の番組表、過去文もそのまま掲載している。TVH が直接受信できない地域でも差し替えは、されず、道内全域で t v h の番組表が掲載されている。TVH が直接受信できない地域でも差し替えは、されず、 道内全域で TVH の番組表が掲載されている。左から6番目か7番目。なお、日本経済新聞の北海道版では、開局当初から2009年までは、左から NHK 総合、教育の次に TVH の番組表を掲載していた。現在は、地上デジタル放送のリモコンキー ID の順番に合わせ、左から6番目となっている。 TVH が直接受信可能な地域では TVH の番組表を掲載しているが直接受信が困難な地域では掲載していない。なお、都価毎日新聞ではグループ会社の帯広シティケーブルが TVH を再送信していることから TVH の番組表を掲載している。地元地方紙の東欧日報や全国紙の青森版に tvh の番組表を掲載している。2017年7月現在、都合により放送時間は変更される場合がある。最新の情報は番組表などで確認のこと。自社制作番組が少ないこともあり、アナウンサーの人数は道内民放テレビ局で最も少ない。そのため、アナウンサーのほか、tvh 記者や外部契約キャスターが一部番組を 担当している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。